皆さんお元気ですか？ケイシューです。この動画はクイックレビュージャパニーズシリーズの中級3の練習問題です。なるべく早く答えの文を作ってくださいね。じゃあ、始めましょう。楽しそう。見て、あの岩落ちそう。猫も時々落ちるそうです。You can also say、猫も時々落ちるらしいです。お、猫も時々落ちるようです。猫も時々落ちるみたいです。All these sentences means the same. But the みたいです、the last one, we use most often, but it sounds most casual, informal. 2週間休みが取れそうだ。パパは2週間休みが取れるそうよ。彼は何と言いましたか？は、彼は何て言ったの？彼はまた戻ると言いました。彼はまた戻るって言ったのよ。私は彼女は会社を辞めると聞きました。ここから受け身形パッシブフォームです。その荷物は昨日配達されました。赤ちゃんに顔を蹴られました。中国では簡体字が使われています。今度は使役形、コーサティブセンテンスの練習です。先生は忘れた宿題をやらせました。先生は生徒にひらがなを読ませました。私は息子に規則正しい生活をさせています。
ここから使役受け身形、コーサティブパッシブ、パッシブコーサティブ形の練習です。私は先生に忘れた宿題をやらされています。私は先生にひらがなを読まされました。僕はママに規則正しい生活をさせられています。Now, exercise to emphasize always, but it sounds negative. この猫はいつも寝てばかりいます。彼女は勉強ばかりしているので、友達と遊びに行きません。Instead of ので、you can also use から。最近、雨が降ってばかりで困ります。Now, exercise to say should be. Or in English, it is like I believe. 彼は今日家にいるはずです。彼女は日本語が話せるはずです。この薬を飲めばすぐに良くなるはずです。Do you remember how to say about what you have decided?これにします。This case, you can also say, こっちにします。今年の夏は、海外旅行することにしました。You can also say, 今年の夏は、海外旅行に行くことにしました。毎朝、コップ一杯の水を飲むことにしています。Now, please describe the information you got through your five senses. 良い匂いがする。 This one is to say something has decided by someone.来年から日本で英語を教えることになりました。
彼女が新しい課長になることになっています。今日は外食しないことになっちゃった。この部屋は暑すぎる。この部屋暑すぎ。食べすぎてお腹が痛い。このドラマは長すぎて途中で飽きちゃった。私が旅行している間、彼女が犬の世話をしてくれました。映画を見ている間、彼はずっと寝ていました。昼休みの間に ATM に行ってお金を下ろしてきました。ママが買い物に行っている間にゲームしよう。彼女は家族のために一生懸命働いています。家を買うためにお金を貯めています。家を買うために貯金しています。起業する is to start business or launch a business. You can also say ビジネスを始める。始める is to start. 起業するために勉強しています。新しいビジネスを始めるために勉強しています。中級3の練習問題はいかがでしたか？これからもいろいろな教材や練習問題を作っていきたいと思っています。何かコメントやリクエストがありましたら、ぜひ下のコメント欄に書いてくださいね。お待ちしています。じゃあ、いつも見てくれてありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあね。